はい、どうも小川でございます。今日はねガジェットポーチの話をしたいと思います。以前ねこの YouTube かもしくはブログの方でガジェットポーチってどんなの使ってるんですかっていう質問をもらった気がするので、今日はねそのあたりの話ができればなと思っております。僕がどんなポーチを使っているのか、中身どんなものを入れているのか、どんな運用しているのかみたいな話ができればなと思っております。はい、というわけで早速紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、じゃあまずですね、僕が使っているガジェットポーチなんですけど、これになります。これねエボーンっていうところのガジェットポーチなんですけど、見てわかる通りですね、これ結構でかいです。サイズ感なんですけど、横が23センチ、高さが14センチで、厚みがね9センチあります。まあ、僕これ今ね中身はパンパンに入れてるので多分こう9センチ以上あるんですけど、まあ大体ねそれぐらいのサイズ感になります。ガジェットポーチとしてはラスボスクラスといっても差し支えないと思います。それぐらいでかい。でなんでねこれを使ってるかっていうと、程よく入って程よく使いやすくて程よく見た目がいいからです。まあ、こんなこと言うとあれなんですけどね、これをそのめちゃくちゃ気に入ってるかっていうと別にそんなことないんです。いやいや、じゃあこの動画は一体何なんだと、俺たちは一体何を見せられてるんだと思ってるかもしれないですが、ガジェットポーチって最初はこれだって思ってもなんか割とすぐこれじゃない感出てきたりしませんか？使っているデバイスが変わっていくし、それに合わせてガジェットポーチの中身も変わっていくし、結構短い期間でニーズが変わるんですよね。なのでそれなりが一番です。完璧を求めないっていうのが、まあ、僕の中の今の結論なんですね。まあ、そんな中でもねこのポーチは今で言うとかなりいいと思います。たくさん入るし、ガマ口に開くので中も見やすいし取り出しやすいです。はい、じゃあこれどんなポーチなのかっていうのを見ていきたいんですけど、すごくねいいところとしてこれガマ口になるんですよ。こんな感じでガマ口になるんですね。だからすごく中が見やすくて取り出しやすいという感じです。以前使ってたタイプでガバッと両側に開けるっていうタイプがあって、それもすごく使いやすかったんですけど、まあそれだけね広げられるスペースがいつもあるとは限らないじゃないですか。その点このガマ口のタイプはこれが置けるスペースさえあればガバッと広げて程よく見渡しやすくて程よく取り出しやすいと、まあ、こういうのでいいんです。こういうので、あとはこれポリエステルとナイロンの撥水素材に加えてファスナーが止水ファスナーになっているので水気にも強いですと。で中なんですけど、まあ、ちょっと見づらいんでねこれ一回全部出します。はい、中身全部出しました。はい、割とね細かく仕切りやポケットがついてます。こちら側にはね、まあ、ちょっと大きめなポケットが2つあって、まあ、1つここに空間があって、で仕切りがあって、でジッパーのねついた部屋もついてます。でそれから反対側には、まあ、ポケットが小さい、今度は小さめのポケットがね3つぐらいついているっていう感じ。はい、でここにはねこうアップルペンシルみたいなものが通せるようになっているところ、はい、それからねここも仕切りが作られているので、まあなんか入れようと思ったら入れることができると。で表側にもポケットがあって、ここにねこれマグネットで留めれるようになっている大きなポケットが1つと、あとねここにもなんかこれまあスマホかなんかをこう入れれるような、まあスマホ入れないですけどね、ここにポケットがついてますという感じです。あとはねここに持ち手がついているので、まあこれもね便利に使えますという感じです。まあ多くの仕切りやポケットがあって、あとはそもそもねサイズの大きさっていうところもあるので、一般的に見てかなりの量をね収納できるんじゃないかなとは思います。ただやっぱりこの収納部分もね完璧にはならないですね。まあこう細かくね仕切りや部屋が分かれていればいいのかというと、そんなこともないじゃないですか。もう少し大きければこれが入るんだけどなとかも出てくるし、で一方で全く分かれてないのがいいかっていうと、それもそんなことないんですよね。なので、まあ、それなりにね分かれているものを買って、あとはね妥協だと思います。はい、で僕このガジェットポーチどんな使い方をしてるかっていうと、日々ねマックを入れたバックパックを持ち歩くことが多いんですけど、もうそのバックパックの中にこれ入れっぱなしです。基本的にね使う時以外は出さないです。もうずっと入れっぱなし、まあ、仕事でも旅行でもそのマックを入れたバックパックを持ち歩くと、で基本的にこれもその中に入ってるっていうような感じです。これまで数多くのガジェットポーチ試してきたんですよ。例えば毎回中身を入れ替えるような運用をしてみたりとか、あるいはどこで何をするかのこう目的によってポーチ自体を変えてみるとか、結構試行錯誤したんですね。でもね無理です、できない、めんどくさすぎて。なのでそれなりのサイズのものにそれなりに放り込んで、それなりにずっと持ち歩くと、完璧は求めないみたいな運用をしております。はい、ポーチはそんな感じです。次はね中身を紹介していきたいと思います。中身なんですけど、持ち物的には MacBook のね周辺機器みたいなものが多いです。まずはねこの充電器ですね、これユーグリーンの 100W のやつ、USB-C が3つ付いていて USB1 つと、まあ、この4ポート構成がね非常に使いやすいっていうことと、あとはね価格もね他の 100W に比べると安いし、
それからね、見た目も割といいっていうことで気に入ってます。これ一つあれば4台までのデバイスを充電できるので、普段使いから、旅行に至るまでもう十分使えます。以前はね、 30W とか 45W とか 60W とかね、こうデバイスに応じて複数持ち歩いてたりしてたんですけど、もうめんどくさい、もう大は小を兼ねるです。なので 100W のみ。まあでも一昔前の 100W ってもっと大きくて重かったんですけど、今はねもうこれぐらい小さくなっているので、 Mac も iPhone も Apple Watch もとかいろんなデバイスを充電したい人は 100W を1個持つっていう運用は非常に便利だと思います。はい、この充電器はね、だいたいこの奥のポケットに入っていることが多いかなって感じですね。はい、次はケーブルなんですけど、最近はマグテームのマグケーブルというものを使ってます。これメーカーさんに提供してもらってもうしばらく使ってるんですけど、これ何がいいかって、ケーブルにねマグネットが入ってるので、ケーブル自体がねこんな感じでくっつくんですね。なのでね、すごくこう収まりがいいんですよ。あとはね、ケーブル同士もこんな感じでくっつけることができます。普通にケーブルとして使って使い終わったらさっとくるくる巻けて、あのケーブルホルダーでねまとめたりとかせずに、もうこれだけ、これでねさっと収納できます。でこれさっきお見せしたようにケーブル自体がくっつくので、ガジェットポーチの中でもこんな感じでね入れておけば、これお互いくっついてるんで、このままねずれないんですよ。なので勝手に動いたりすることがないっていうことで、非常にね収まりがいいです。これめちゃくちゃ良くないですか。でこれ持ち歩き用として収まりがいいのもそうなんですけど、金属のものであればくっつくので家の中でもね活躍すると思います。デスクのね足に這わせたりすると、こうケーブルが綺麗にまとまるみたいな使い方をすることができます。はい、でねこれね大マグケーブルっていうんですけど、大型っていうタイプなんですね。でそれに対して C 型っていうタイプがあるんですよ。これ何が違うかというとね、ケーブル自体がフラットなんで、まとまり方が違うんですね。大型はこう縦にね積まれていく、重なっていくようなイメージなんですけど、この C 型の方はこう横にね大きくなっていくタイプ。これ巻けば巻くほどこの円は大きくなっていくんですけど、大型に比べると厚みが出ないっていうのが、メリットになりますという感じです。それどちらがいいかっていうのは、使用スタイルによるかなと思うんですけど、そういったタイプが選べるようになってます。ちょっとケーブル自体が太めで、他のケーブルに比べると重さもそこそこあるので、そこがねデメリットではあるんですけど、でもそれ以上にねこのくっつくっていうメリットは結構強いです。あとデメリット的なところは、これね USB2.0 なのでデータ転送はね激遅なんですね。480Mbps なんで、なので外付け SSD とのやり取りには使えない、充電だけって感じです。でその充電も 60W までに対応するタイプと 240W にまで対応するタイプとに分かれているので、それはね買うときに注意が必要です。ただ大型の方には1種類だけサンダーボルトと互換性のある 20GBps タイプっていうのがあります。これがそうなんですけど、これだとねデータ転送は 20GBps まで、4K 以上のモニター出力とか、あとはね充電も 100W までに対応しています。これならですね、あんまりこう使用用途を限定せずに何でも使えると思います。ただし他のマグケーブルに比べて価格が倍ぐらいになるので、どうしても強いのを用意しておきたいなら、このサンダーボルト互換のタイプにしておくといいかなと思います。一応ねこれ僕がいいと感じたらコンテンツにしますと、あんまりなんかちょっと微妙だったら紹介しませんっていう約束でこれ提供してもらってるんですけど、デメリットみたいなものはもちろんあれど、全体的にはねとてもいいアイデア商品だなと思いました。このくっつくのはね予想以上に使いやすいです。はい、そんなマグケーブルなんですけど、この大きいポケットのところにサンダーボルト互換のものを入れて、あとはね 60W 対応のやつをこれにくっつけるような感じで横に入れておくと、でこれで動かない、こんな感じでね持ち歩いてます。で、ケーブルはね一応他にも持っておきたくて、これはねアンカーの間違いないやつですね。柔らかいケーブルの USB-C to USB-C のやつ、ふにゃふにゃしててねすごくこれ絡みづらいんですよ。とてもね扱いやすいケーブルです。でこれ 100W まで対応しているので、充電ならね大体どんなデバイスでも問題ないかなって感じですね。非常にね使いやすいケーブルなので、これを1個ね、予備的な感じでも入れておくという感じです。であとはですねこれ Apple Watch 用の充電器もこれ一応持ち歩いてるんですけど、これ予備なんですね。そもそもね1日の外出で Apple Watch を充電したいことって、あんまりないんですけど、でもね1泊以上の時は Apple Watch も充電したいじゃないですか。なのでねこれを持ち歩いてます。これロリーっていうところのアプローチ用モバイルバッテリーなんですけど、モバイルバッテリーなのでこれだけでアプローチを充電できますと、なので不測の事態みたいな時にはこれで対応できます。で1泊以上の時には充電器からここに USB-C ケーブルを伸ばして、こいつにつないで、でその上でここでアップルウォッチを充電します。いわゆるこうパススルーで充電している感じですね。そうすることでアップルウォッチの充電をしながらモバイルバッテリー自体も充電することができます。これ他にもですね、なんと USB-C ケーブルと反対側にライトニングケーブルも内蔵してるんですね。
なのでモバイルバッテリーを充電しながらアップルウォッチも充電して、なんか他のデバイス USB-C のデバイスとライトニングのデバイスも充電できます。まあライトニング自体はね、まあ正直そんなもん使わないんですけど、まあまあ何かのためにまああるといいかなという感じですね。そんな感じで非常に使い勝手がいいので、アップルウォッチ用の充電器だけを持ち歩くよりは、このモバイルバッテリーを充電器代わりにしてしまって、まあ、パススルーでいろんなものも充電できるっていうような状態を作る運用がすごくね便利です。ただねこれ MFI 認証がないので iOS のアップとかでいきなりね使えなくなるみたいな可能性がなきにしもあらずかなっていう感じですね。まあ、あの MFI がないものなんていっぱい売ってるんですけど、そのあたりが気にならなければ、使いやすいアイテムかなと思います。はい、でこういったケーブルはですね、あの小さいポケットがあるのでそこにまとめて入れてる感じですね。はい、こんな感じで、ロリーのアプローチモバイルバッテリーは真ん中適当に入れとくという感じです。はい、次はですね、これはねアンカーのナノパワーバンクというモバイルバッテリーです。1万ミリアンペアワーの最大 30W 出力のタイプです。これもねめちゃくちゃいいです。でこれ何がいいかって、 USB-C ケーブル内蔵してるんですよ。このねストラップみたいなの、これ実はねケーブルなんです。こんな感じで引っ張って使います。でね、この内蔵ケーブルの便利なところが、このケーブル入出力に対応してるんですよ。まあ、ここからですね iPhone を充電したりとか何かのデバイスを充電したりすることもできるし、ここにね充電器をつなぐことで、なんとねモバイルバッテリー自体の充電もできちゃうんですよ。めちゃくちゃ便利じゃないですかこれ。内蔵の USB-C とそれから USB-C ポートと USB-A ポートを一つずつ持っているタイプで、最大ね 30W に対応しているので、これでね MacBook Air まで充電できちゃいます。で iPhone 15シリーズならあの USB-C なので、この内蔵ケーブルを使って、iPhone の急速充電もできます。でさらにこれバッテリーの残量がデジタル表示できるので、視覚的にね分かりやすいです。でサイズ感的にもあのめちゃくちゃ小さいわけじゃないんですけど、まあ手に馴染むようなコンパクトサイズだし、あとはまあ見た目もかっこいいので、あの非常にねいいモバイルバッテリーだなと思います。思うんですけど、ただですね残念なのがこれパススルーに対応してないんですよ。なのでこのモバイルバッテリーを充電しながら、あの同時にデバイスを充電するみたいなことができないので、まあそれだけですねネックは。まあそれができたらねこれも最強だったと思います。であともう一つね気になるところといえばですね、さっきのあのロリーのやつもそうなんですけど、これあのケーブル内蔵式なので、ケーブルにね何かあったら価値が激減します。あの取り替えることができないので、まあ、そういった意味ではそのケーブルをねこう慎重に扱わなきゃいけないっていうところは、まあちょっと注意点というか、まあ覚えておいた方がいいかなっていうことですね。はい、でもこのモバイルバッテリーもまあこの適当なねポケットにこうやって突っ込んでる感じです。はい、はい、じゃあ次はですね USB-C ハブですね。これはねサテチのハブです。なんでこれを使ってるかっていうと、かっこいいからです。まあ、色がねブラックっていうのはそもそも珍しいっていうのと、あとはねサテチらしいあのスタイリッシュなデザインでね非常にかっこいいハブだと思います。で SD カード類含めて7ポート全部でね7ポート接続できるタイプなので、まあこれさえ持っておけばですね、まあ、大体のことは対応できるかなと思います。僕が使っている M1MAX MacBook Pro は HDMI とかもついているので、まあこれ絶対ね必要かっていうとそんなこともないんですけど、この HDMI ポートが反対側に欲しいとか、あとは USB-A の機器を接続したいとか、まあそれなりに必要になることがあるので持ち歩いているという感じです。はい、これはですねこのジッパーのついたポケットの中に入れてることが多いかなって感じですね。はい、であとはですねこれボヤタのスマホリングですね。これあのどっかで作業するときにMac の傍らにね iPhone を立てたいとか立てたいことがあった場合とかに使うように、持ち歩いてます。まあ、ただ僕普段ね iPhone でスタンドが欲しいときはこのアルムのスタンドをもうつけてね iPhone 持ち歩いてるので、このボヤタのスタンドはまあ予備という感じですね。そうだ、ちょっと言っておきたいんですけど、このスタンドとかあとはねマグセーフモバイルバッテリーとかそういったものはね僕はあの別に持ち歩いてます。あのガジェットポーチの中にはもう入れないですよ、ね、出しづらくなるので。僕マグセーフモバイルバッテリーが大好きなのでいくつか動画出してるんですけど、お前あんだけ紹介しておいて使ってないじゃないかって思われるとあれなんで一応言っときます。あのこのポーチの中にね入れる運用はしてないです。はい、ということでねこのボヤタのスマホリング、まあ、予備的な感じでね、まあ、どっか適当なところに入れてます。はい、次はですね折りたたみキーボードですね。まあ、これもねそんなにこう頻繁に使うっていうものじゃないんですけど、 iPhone とかね、まあ、あの Mac 以外で長文のテキストを、まあ、どうしても打ちたいというような場合に使うために入れてます。これね iClever っていうところの折りたたみキーボードなんですけど、これ中央で分かれていて左右それぞれ角度がついているので、あの折りたたみキーボードとしては非常にね使いやすいキーボードだと思います。
はい、というわけでね、このアイクレバーの折りたたみキーボードは、まあ、適当にこの真ん中あたりに突っ込んでます。はい、じゃあ最後はですね、これ掃除用品ですね。エレコムのクリーニングクロスと無印のメガネ拭きです。このエレコムのクリーニングクロスはね、大中小とあってね、これ大だったと思います。大きいやつね。MacBook のね、画面を拭くときには、やっぱりこのね、大きいのが使いやすいんですよ。小さいとね、どうしても拭きづらいので、もちろんね、iPhone とかタブレットであっても、大きい方が拭きやすいので、これもね、大は小を兼ねる理論で大きいのを持ち歩いてます。あとはね、無印のメガネ拭きは、まあ、特定の用途はないんですけど、まあ、なんか入れてるって感じです。はい、じゃあこの掃除用品的なものも、この空いてるところになんか適当に入れて、はい、これで入りましたと。で、これもちろんね、ちゃんと閉めることはできます。はい、こんな感じで閉まりました。結構ね、たくさん入れているので、それなりに重さもあるし、こうなんていうかな、こういっぱい入ってる感出てるんですけど、まあ、これでもちゃんと自立するし、開いてこう中がちゃんとね見渡しやすいということで、それなりに使いやすいと思っております。はい、こんな感じですかね。あとはカメラを持っていく時の周辺アイテムとか、あるいは動画編集を外でする場合の外付け SSD とか、まあシーンによってねいろいろあるんですけど、まあ、そういったものは随時別に持つ、コアになるようなものはここに詰め込んで Mac とはセットで持ち歩くと。使う時以外は基本的に出さないし、もう中身とかもそんな頻繁に変えない、もうそんなもうめんどくさい、もうとにかくねもうめんどくさいのが嫌なので、そんなねズボラな運用をしております。はい、というわけで今日紹介したものは全部概要欄に載せておりますので、もし気になったものがあればチェックしてみてください。はい、こんな感じでですね、 Apple とかガジェットについて発信をしております。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。あとですね、ミスクログというブログも書いておりますので、もしよければそちらもチェックしてみてください。はい、というわけで今日の動画は以上になります。コメントとかいいねとか何でもいいのでリアクションもらえると嬉しいです。それではまた次回の動画で。最後までご視聴ありがとうございました。